今日 AMH の検査結果ね、薬ピル飲み終わって、あ、3日ぐらいで生理が来ますよっていうことやったんやけども、ほんまに3日で生理が来て、で先生からは、あ、これが生理かなっていうような感じのものが出るからって言われとったんやけど、まあ、そんなところの話じゃないぐらいの量が出て、どえらい量、本当にどえらい量が出て、まあ、すごい量の生理が出て、ダバダバ出てる中今日病院に行ってきて、で、まあ、入るやいいなやね、このコーメラーカンホルモン AMH ですね、私の卵巣の中に今卵子がいくつ残っているのかっていう検査結果が、まあ、出てたんですけど、0.10 でした。知ってる人は、まあ、口あんぐりしといてください。知らん人のためにね、ちょっとお話しすると、めっちゃ少ないよっていう、めっちゃやばいで自分っていう検査結果でした。で、まあ、要は49歳だそうです。早期閉経ですね。私39なんですけど、実際ちょっとね、よくはないだろうとは思っとったんやけど、こんなに悪いと思ってなかったから、ちょっとすごい、あの、なんていうんかな、真っ白になったというか、まあ、一応採卵する方向で行くことにはなったんやけど、卵も増えるわけじゃないのよ。例えば採卵するときに1個、まあ、取れたらええんじゃんっていう、0個の場合でもお金ってかかるから、まあ、それをねどうするかっていう段階なんです。まあ、もういっぱい、なんかもう今日いっぱいもらったんやけど、ああだこうだで、一応今日処方されたんが、まあ、1個飲んだんやけど、このレトロゾール、これをちょっと5日飲みます。でまたこう飲み終わった後1週間後にまた病院に行って検査、まあ、するんやけど、でほらもう5月ゴールデンウィークもあるからね、どうしようかっていう話やったんやけど、まあ、ゴールデンウィークね、病院ありがたいことに病院なんか休まんのやって、だけにやりますぜっていう話やったから、もう私の場合ってさ、もう切羽詰まってる状態やから1個しか取られへんからな、まあ、早くすることに越したことはないんやけど、何が大事かっつうと、その残った1個が、残った1個の質ね、グレードはね、いいか悪いかっていうところが重要で、でさ、なんか前コメントにも、なんか前の病院の時にも言われたんやけどさ、私結婚したのが2014年なんよね。で不妊治療始めたのが去年なんやけど、その間何しよったんってよう言われるんよ。たまにさ、こう私の動画でさ、おすすめで上がってくるんかな、で途中から見始めた人が、まあ、あんた今まで何しよったんってよう言われたりするんやけど、説明するめんどくさいからさ、もう前の動画遡って見てほしいんやけど、まあ要はほらパニック障害がひどくって、まあ、それどころやなかったから、だからその早く始めればよかったなっていう、その後悔は全くないんやけど、あの頃の自分がさ、パニック障害がひどい時にさ、不妊治療なんかしようとは、多分もう私も頭ぶっ飛んどったと思うよね。自分のことで精一杯やったのにさ、だからその後悔はないけど、でもやっぱり若ければ若いほどいい卵も取れるし、卵の数も多かったんだろうなっていう。で今分かったのがだけ それだけ、卵がお前ごっさ少ないでって、まあ分かった、もうあれよ、だから入った瞬間に先生からもう全然結果悪かったって渡されたけん、あマジでって言いながらこれ見たけど、まあ、ショックですよ、それはまあ人間ですから私も。でとりあえず今後のあれなんですけども、一応うちほら、あの夫さんがね、今日も見る限り夫さんおらんのんですけど、うん、出張行っとんですっていうのもあって、来週中にこれですね、はい、精子の凍結保存をしましょうという話になりまして、これはまあ保険適用外なんで2万円かかるんですね。精子の凍結保存だけはしといて、で私は薬を飲み終わってから受診するという流れになりました。まあ、だからその後も先生にすっごいコンコンとなんかいろいろ、大事なのは数じゃないからっていう、
風じゃなくて質やからっていうのをすごくこう言われたんよね。たださ、その質もさ、わからんやん、まだ今私の段階で。だから今ちょっとマイナスな、こうちょっとまあシュンとなっとるから、だからまあそこだけこう希望をこう持ってね頑張るしかないんですけど、その閉経がね早く来る可能性っていうのが今否めん状態 でちょっと悪い位置に子宮筋腫とかもあるから、まあ、それ早めにしといた方がいいよっていうのはそういうことなんやけど、分かっとんよそれは私やって。まあ、いろいろ食生活はねすごく気をつけていてね、だからあの焦げパンさんがさ、ちょほんま引っ張るけど焦げパンさんが言うようにさ、あの食べ物は本当に大事やなとは思っとるし、お酒もほんま飲んでないんよ、もうずっと我慢しとんよ私ほんまに。最近ずっとあのあれ飲んどる、あのグリーンだからの濃い麦茶、あ好きやねんか、カフェインも入ってないしな、うん、あれすっごい飲んでる、うん、あればっか飲んでる。まあそのできることをねコツコツやっていくしかないんすさ。まあ前途多難っちゃ前途多難やわな。もう今日言われたばっかりやけんこれ。なんかもうめっちゃ調べたわいろいろな。ふーちゃんかわええな、あんたほんまかわええな、あんた何でそれピンとして、かわいいんだから、すごくかわいいんだから、あなたがいてよかった私本当に、あなたがおらんかったらどうなっとったかわからん。ありがとうふーちゃん、大好きやで、なんか喋って、好き大好き、好き好き、あ好き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 、そんな感じでこれからまた新たな戦いが始まりますわ。